メッツァは埼玉県反応市宮沢327-6にある郊外型レジャー施設。ムーミンテーマパーク、ムーミンバレーパークと北欧の生活をテーマにした複合施設メッツァビレッジからなる。ムーミンテーマパークは本拠地であるフィンランド以外では海外発信室となる。正式施設はテーマパークとパブリックゾーンを含めたメッツァであるが、 マスメディアや反応駅の服役名標などの案内には、ムーミンバレーパークの名称が使用されることが多い。2015年6月30日に、事業主体のフィンテックグローバルが、ムーミンのテーマパークとして、埼玉県反応市にメッツァヤを2017年春にオープンすることを発表した。メッツァはフィンランド語で、森の意味。宮沢湖の周辺の、 約18万7000平方メートルの用地に展開され、有料のムーミンゾーンと無料のパブリックゾーンが設けられる。西武鉄道からフィンテックグローバルが6億円で土地売買契約を行った。当初は東京都立川市など都市部で小規模なテーマパークを検討し、2015年頃の開業を目指していたが、森や湖がないとムーミンらしさが出ないとして、 宮沢湖周辺の土地を取得するに至った。開業時期は発表時からは延期になった。パブリックゾーンのメッツァビレッジが先行して2018年11月9日に開業され、ムーミンバレーパークが2019年3月16日に開業した。2017年6月30日に着工に向けた地震祭が行われ、2018年10月3日に、 春公式が挙行された。ムーミンの物語を追体験できるテーマパーク。始まりの入江エ,エリア、ムーミン国エリア、コケムスエリア、おさびし山エリアの4つのエリアで構成されており、ムーミンをテーマにしたアトラクションやショップなどが配置されている。北欧のライフスタイルをテーマにしたパブリックエリア。東京駅を発着するムーミンバレーパーク直行号。ありがとうございます。